さあ、時刻は7時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、ここから始まる番組も fm 講座のスタジオから生放送でお届けしてまいります。え、こっからの時間はわらびんちゃん応援ラジオ pta パート楽しくあいえなのお時間です。えっとですね。今日はすごいですよ。お <laughs> 夏休みになりました。けれどもね。夏休みに入ってからは2回目。 そうですね、はい、そうかだと思いますけれども、うん、今日はですねゴエク小学校のみんながですね遊びに来てるんですけれどもすごいんですよもうねギャラリーも合わせると100名ぐらい来てるんじゃないかと、うん、<laughs> いないかと。 100名ぐらいい来てるんじゃないかなととこれも聞こえてますけど <laughs>、ね、思いますけれどもね、すごいことなってますよ、えー、この番組はですね沖縄市内にあります小学校、中学校それぞれたくさんありますけれども毎週週替わりに、えー、この FM 小ーのスタジオに来てもらって、えー、学校で頑張っている子どもたちそしてお父さん、お母さんや学校の先生なんかがですね毎週週替わりに遊びに来ていただいて、ゆんたくをしてもらう番組なんですけれども、えー、あ自己紹介してなかったですね。あ うん、してなかったね,そ,ね,えとねその番組をもうかれこれ 5, 5年目ぐらいですかそうですね、えー、突入してずっとやっておりますよ、私は中野町小学校の PTA、5年生の宮島真一と、はい、FM 小座の池代めぐみです、はいえー、そんなこんなでやってるんですけど今日はね、もうは人のこの熱気に圧倒されてこの人数の熱気で熱中症になりそうな気配がございますのででぜひ、ねえー、皆さんくれぐれもほほ 水分補給を水分補給がいるラジオ番組ですよすごいですよ <laughs>、ね、今日の出番はですね、はい、語役小学校なんですけれどもリスナーの皆さんからも語役小学校の、えー、に対してですね応援メッセージ特に今日はですね男子女子バスケット部がですねたくさん来ておりますのでね、はいえー、応援メッセージをどんどん送っていただきたいと思います FM コザ E メールアドレスは761 fmcoza.jp です リスナーの皆さんが持っている携帯電話、スマホ、パソコンなどからダイレクトにメッセージを送ってくださいね。もう一度言いましょう。FM コザの E メールアドレスは 761-fm コザ .jp です。そして番組はツイキャス、そしてユーストリームでも生配信しておりますので、インターネットがつながっている世界中どこでも。 今まさにこの FM 講座の映像が流れていると,いう,とござい,ますいうことでございます。ご、はい、育中学校にゆかりのある方なんかはぜひですね、ぜ、え、ひ、ーえー、チューニングしていただいて、えー、メッセージも送っていただきたいと思います。で早速 メッセージいただいておりますツイキャスの方からルドルフさんはどちらの出身でしたっけ大阪ですね大阪からメッセージが早速届いておりますよはいさあ、はい、宮島さんメイグさん今日も賑やかですねと大阪でこの番組を見ている人もいますよすごいですね,ね<ー>どんどんメッセージを送っていただきたいと思います今日のゲストは語役小学校の皆さんですよ ワラビンチャー応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で1時間生放送でお届けいたしますはい今 CM が流れていますはいで曲かじゃあ、えっと、キャプテン宮城大夫君のリクエストビッグバンのバンバンバンっていう曲ある キャプテンしか書いてないからさ、好きな曲。<laughs> えっと大会が近くあるんだっけ？いつ県大会？いついつから始まるの？今度の土曜日から。今度の土曜日、8月の6日から。すごいですね。じゃあ始めはね、僕がこうやってキャプテンから順に振っていくから自己紹介をお願いしますって言います。 そしたらキャプテンは五育小学校何年生名前この感じでみんな続けていくよ OK じゃあよろしくお願いします,しますマイク近づけ目でね時刻は7時4分を回っておりますお届けしているこの番組は わらびんちゃん応援ラジオ PTA パッと楽しくアイエナをお届けしておりますはいえー、ではですね早速今日はもうたくさんいますので少し駆け足なトークになるかもしれませんけれども皆さん聞いていただきたいと思います五役小学校六年生まずは六年生男子バスケット部の皆さんです皆さんこんばんはこんばんはいいですねでは一人ずつ自己紹介していただきましょうまずキャプテンからどうぞ五役小学校六年の 宮城大勇です大勇くんよろしくお願いします次御役小学校六年の大城俊斗です俊斗くんよろしくそして御役小学校六年吉本雄志です雄志くんもよろしくしさらに おっと自分の名前が出てこない子がいるよ <laughs> お名前どうぞ五役小学校の玉木幸太です今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします素晴らしい幸くんよろしくねそして五役小学校の六年生高吉浅井です高吉浅井君もよろしくねまだまだいますよどうぞ五役小学校六年の荒垣誠也ですよろしくお願いします誠也君もよろしくはい。五役小学校の国吉健人ですよろしくお願いします同じく六年生国吉健人君最後 語岳小学校のあ五岳小学校六年の仲本エイブです。エイブです。よろしくお願いします。<laughs> right、さあただいまスタジオには語岳小学校の六年生の男子バスケット部がまず出ておりますよ。まずじゃあキャプテンの宮城大祐くんにちょっと選択したいと思います。大祐くん元気？はい。元気？はい。元気になるにはどうしたらいいんですか？わかりません。いやそれはわかるだろう。バスケット毎日やってる元気だろう。 <laughs> ねえ練習はもう毎日やってんの週3ぐらいです週3かどう今回今聞いたら県大会に今度の土曜日から出る、はい、ということなんです、はい、これ県大会に出るにはほらいろいろこうあったわけでしょこれまでの大会が、はい、うん、どんな大会があったんですかまずは地区の大会があるよね、はい、沖縄市のねその時の結果はどうだったわけ、はいうん 一回戦で負けた。一回戦で負けたえ、なんで負けたのに県大会に出れるの? <laughs> 予ね。予選、予選, <laughs> 予選は勝っただろ?。うん。お、ちょっと、面白い流れになって、これ。うん、か、勝ったから県大会に出れるんだよね。あ,あれ、違うの?。あ、ちょっとマイクで喋ってよ <laughs>、うん。予選があったんだよ。いいよ、いいよ、言って。教えて,教えて、教えて。うん、予選があったのね。 予選勝ってない、と思う予選勝あれな、なんかこれ、大工、詳しく教えてくれよ、これあ、なんかあったのね、あっ、今から、今から、あじゃあ県大会、みんな出れるってわけなのね、はい、あそういうこと、あごめん、失礼した、僕が悪かった、キャプテン大、大悠君、じゃあ、この県大会に向けて、一つ意気込みを教えてください。一回でも勝ちたいです。そうだよな、一生でも多く勝って、目指すところは 言っとけ優勝 Yes、優勝優勝なりましょうよねさあバスケットも頑張ってるということなんですか学校でも頑張ってること他にもあったら教えてください勉強です勉強本当に頑張ってるはい本当得意な科目好きな科目は何算数です算数宿題もバッチリやってるはい本当いいですねさあどんどん聞いていこう時間ないからね今度はシュントくんシュくんは何キャプテン副キャプテンです副キャプテンどうですかチーム盛り上がってますか はい。いいですね。さあバスケットも頑張ってるということですが、他に学校で頑張ってること何？勉強です。本当みんな勉強って書いてるね。俺ねちょっともう先に言っていいですか。今出てるあの皆さんはみんな勉強頑張ってるって書いてますね。本当 <laughs>？選択肢が一つしかない。喋って喋ってってよ。喋っ <laughs> て。うん、選択肢が一つしかないって感じがする。何がこの質問の？この勉強だけっていう感じな。うん お選択肢一つしかないって、例えばあるじゃん。えっと部活以外にも委員会とかね。ああ、うん。ねで委員会やってる人いないの？あ今あみんなですあ委員会あじゃ自動会です。そうそう自動会とかそういうの聞きたかったな。あ自動会いません。だからあいないのね。じゃ広がらねえなこれ。まあまあいいや。えじゃ次はゆうし君。はゆうし君もバスケットやってんだよねもちろんね。バスケットの なんだろう入ったきっかけってどんな感じで入ったのうん今ベルギーにいるんですけどえ何,何て今ベルギーにいるんですけどベルギー外国のベルギー今ベルギーにいるんですけど幅馬正先生という先生がいたんです幅馬正先生という先生がいた、はい、それでその先生に勧められて入りましたほうほうほうへえんていうふうに勧められたのバスケットやった方がいいよっつってえ ベルギーに行ったこの先生はもともと沖縄に行ったの入ってってあ、はい、入って、うん、入ってって頼まれたんだもん。えー、どうですか入ってみて楽しいです楽しい楽しいが一番だよねへー面白いきっかけがあるんだねこうやって先生に入ってって言われたっていうのはねすごいねじゃあ次コータ こうどうバスケット楽しいバスケット楽しいですね<お>最,近最近から楽しくなってきた <laughs> <laughs> 最近うまくシュートが入るようになり、ね、あなるほどねだんだん上達してる成長してるっていうのが分かるからで今の、えっと、監督は名前なんていうのコーチは知念コーチ知念コーチ知念コーチはどんなコーチですかえっと時に厳しく時に優しくっていいですねいいコーチです,チです、ね、いい感じじゃないですかいいです、ね、なるほどじゃあ、まあ、いい先生だよね知念先生ねなるほど知念コーチか じゃあ続いて朝日くんは何メートル泳げますか <laughs> 50, <laughs> ?50 は泳げるのすげえな。ごく学校プールあるよね。はい、それはね。プールどんな <laughs> じゃあ何回何往復できるのプール ?50 メートルっていうことは2回<階>。二回。すげえな。すげえな。その体力はバスケットに生かされてますか、はい、いいですね。バスケット得意なんだろうシュート角度いろいろあるじゃんロングシュートとか。 ね、ランニングシュートとか何が得意ですかロングロングいけんの小学生の、えー、とルールではスリーポイントってあるんだっけああまだないのか中学からかスリーポイントはあでもロングがね今練習バンバンしてたら中学でスリーポイントゲッターになれるんじゃないわかりません頑張ってくださいね、はい、ありがとう続いてせいやはいせ、はいやはねバスケットさちょっと俺うまそうだなと勝手に思ってるんですけどレギュラーですかいえ、yeah. 違うの?。違います。レギュラーとかないの?。うまい、うまいから。うまいから。入った時から。一ヶ月、入って、一ヶ月。まだ試合が。まだ試合が。まだ試合が。これから。あ、これから。うあ、なるほど。あ、そうなのね。いや、だってさ、まあ、これ後で聞くわ。なるほどね。そっか、勉強も頑張ってますか?。いいですね。後、ちょっと将来の夢も聞かせてください。じゃ、あ次、ケン太。はい。 ケントどうバスケットさっき知念コーチすごくいい感じって言ってたけどケントはコーチから何かこうアドバイスいただいたもらったとか何かありますか覚えてますかあ,ありますありますどんなどんなこと言われたのコーチに今うっすら覚えてないって言って <laughs> ほらほらほら勉強うん宿題頑張れとかれ宿題 <laughs> 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 初代も頑張れよって言われてるねなるほどいいですねじゃあ最後仲本いぶきくんはいいぶきくんどうバスケット楽しくやってる、はい、いいですねさあこっからですねみんなの僕は将来の夢を聞きたいんですけれどもえぶきくん将来の夢何バスケット選手ですいいですねバスケット選手って言ってもさほら日本でやるのか日本でやりつつさらにその上世界っていうのもあるよねどこまで行きたい日本です日本でどこのチームに入りたいわかりません え待待って待ってて沖縄市にはバスケット <laughs> プロのバスケットがねホームタウンのチームがあるんですよ。知ってるねせめてそう言ってほしい。キングス入ったら、うん、キングスには入り無理やり言わしい。<laughs> ありがとうございます。さあ続いて今度逆で行こうね。健人君。健人、はい、君の将来の夢を教えてください。 NBA プレイヤーになることです。おもうちょっとマイクに近づいていった方がいい。NBA プレイヤーになることです。すごいじゃん !NBA プレイヤーということはアメリカアメリカに行っちゃうの <laughs> はい。行きたいね。アメリカに行くにはどのくらい練習したらいいのいっぱい練習です。だよな。あと、これもな。<laughs> 英語。あ英,語も英語もな。喋れた方がきっと便利だよね。頑張ってよ。はい。おい、NBA プレイヤーになりたい。<laughs> さあ、続いて、せいや <laughs> せや大きくなったら何したいのケントさんと同じく NBA プレイヤーですすごいなそんなにバスケ大好きなんだね、はい、いいですねじゃあ NBA プレー,ーになるにもいろんなこうステップがあると思うんだよ、はいね、まずどこのチーム入ってきたよ <laughs> ゴールデンキングす <laughs> ごめんねごめんねもう無理やり言わしてますね <laughs> 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 ありがとう気使ってもらってでも NBA プレイヤーになりたいっていう夢を持ってて素晴らしいですねさあ次朝日朝日は プロバスケ選手やっぱみんなプロになりたいよなもしプロのバスケットプレーヤー <laughs> いやなりましたまあでもほらスポーツ選手ってさそんなもうおじいちゃんまでできないじゃないね例えばもうすごいプロ,プロの選手になった後そのあと何かやってみたいこと行ってみたいところとかあるなんか好きなことでもいいよ 特にないです特にないのほんとじゃあ今とにかくバスケットがとにかく頭の中にあるわけだな、はい、そうか分かったありがとうじゃあ続いては田きこ太君く太は,いはえっと、将来ねまだないですけどバスケを今頑張ってるのでバスケを今一生懸命頑張ろうかなとは思ってます、うん、とは思ってちょっと大人っぽいね君ね <laughs> 思ってます。将来わかんないですけどみたいな。いいっすね、いいと思いますよ。まあでも今やれること頑張っておきたいよな。はい、そうですね。ありがとう。さあ続いてゆうしくん。ゆうしくんの将来のやってみたいことを教えてください。保育士です。あ、いいね保育士。ゆうしくんはね、すごく優しい目をしてるよね。<laughs> うん、うん、とっても優しい目をしてるよ。保育士なんで保育士になりたいの、うん。ちっちゃい子たちと遊んだり。 一緒になんか接したりするのがとても大好きなんです。うん、子供たちと接するのが楽しいのね。はいはい、ということはじゃあ弟とか妹とか兄弟いたりするの？はい、いますお、本当下にいるの？上にもいるの？上にもいたり下にもいて何人兄弟なの？四人兄弟。四人兄弟いいですね。そっかその中で何番目？二番目？三。あごめんごめん三番目か。じゃあ上の兄弟にも下の兄弟にもちょっと挟まれてるわけだけど、どっちの気持ちも分かったりするんだ。 はい、なるほどなんか喧嘩があったりこう止めたりするのしない止めたりしない <laughs> ほったらかしいまあそれはそれでいいですよね一緒にやる、うん、<laughs> そっかそっか分かりました保育士なれるといいですね <laughs> ぜひなってくださいよしんありがとう <laughs> はいじゃあ続いて副キャプテンの大城秀斗ん将来の夢何でしょう19ゴールデンキングスに入りたいですありがとうございますありがとうございます 琉球ゴールデンキングス新しいリーグがね9月から始まりますけれども試合見に行ったことある、はい、いいよね、はい、すごいな。ドゥンドゥンディフェンス <laughs> ディフェンスあの雰囲気の中でプレーができたらすげえ気持ちいいだろうね。はいぜひ慣れるように頑張ってください。そして、えー、このコーナーでは最後ですね。宮城大優君キャプテン。はいキャプテン将来ビッグバイになりたいの。<laughs> いや違うのそこじゃないの。将来何になりたい 設計師です。設計師、お、渋いところ来ましたね。なんで設計師？うん、自分のアイディアで家を建てたいから、うん。すごいですね。あなたのアイディアで家を建てたらバスケットコートは何個作るんでしょうか？二つ。<laughs> <laughs> すーげえな。 えー、できるように頑張ってください完成したら俺も誘ってよ、はい、遊びに来てってはい,いありがとうございます <laughs> じゃあまあ最後になるとキャプテン代表してですね今度の土曜日8月6日から始まる県の県大会か県大会に向けて意気込みもう一度かましてください意気込み,込みもう一回言って目指すは目指すは優勝じゃあ今言えることで、えー、知念コーチに一言メッセージお願いします いいですよお家完成したら遊びに来てくださいでもいいんですよ <laughs> そうだね、そうだねどうぞキャプテンご指導よろしくお願いしますはいありがとうございましたありがとうございました今日のゲストは 5X 小学校のバスケット部がこの後まだまだ続きます1曲挟んでブレイクタイムをお届けするナンバーは宮城大夫 えー、小学校6年生バスケットボール部キャプテンのリクエストソンをお届けしましょうせっかくなんで大悠曲紹介なんとかで何とか言ってみようか <laughs> いいよん <laughs> とかでなんとかビッグバンでバン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 <う>バンバンバン,バン,バン,バンどうぞ さあ、時刻は7時22分を回っております。お届けしているこの番組は、わらびっちゃ応援ラジオ、PTA、パート楽しく i n なでございます。えー、ここでメッセージが届いてますので、紹介したいと思います。えー、まずは、ラジオネーム、なぎさのじいじばーばよりいただきました。<laughs> みんな暑さに負けず県大会頑張れバスケットいっぱい頑張ってねと1分前に届いたメールです渚のジージバーバーよりいただきましたこのあと渚くん出ますはい楽しみにしていてくださいね、えー、そしてラジオネームあらかちあいびーんからもいただきました、えー、あこれか今日の五役賞のバスケの子どもたち礼儀正しく元気満ちんたんで素敵ですと 夏休みの良い思い出になり素晴らしい体験していいね車の中で楽しく聴いていますとラジオネームあらかちヤビーンさんから僕が昨日参加したイベントの司会の感想まで書いてますけどもありがとうございましたはいあらかちビーンさんからのメッセージどうもサンキューそしてもう一つ、えっと、ツイキャスからもまた先ほどの大阪から聞いてるよというルドルフさんからもご役、えー、小学校のみんなに県大会がんばーっと頑張ってメッセージが届いておりますよさて 引き続き五育小学校の男子バスケット今度は4年生以下の、えー、子どもたちに出ていただきますじゃあ一人ずつ自己紹介していただきましょう先ほどメッセージいただいていた凪沙くんどことこ小学校何年生名前いくよせーのどうぞ五育小学校の4年の慰霊凪沙ですよろしくお願いしますイエーイ凪沙くんよろしくお願いしますさあ続いては五育小学校3年の よよなハリマです。よろしくお願いします。よ,よろしくお願いします。よなハリマ、はい続いていいよどのマイク使っても。<coughs> どこどこ小学校何年生？五岳小学校三年生の森根海生です。よろしくお願いします。森根海生くんもよろしくお願いします。五岳、はい、小学校三年生の高島東吾です。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。東吾くん、<laughs> さあ次。五岳小学校三年の 松尾秀之ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ次。五育小学校の2年の前原淳馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ次。五育小学校の1年の山内蓮です。よろしくお願いします。1>, 1年生山内蓮君。はい、じゃあみんなに拍手を。拍手を。<laughs> いいですねさあみんなそれぞれユンタクしていきたいと思いますけれどもまずは五育小学校4年生凪沙くんはいマイク持ってマイクイレイ凪沙くん、はい、なんかじいちゃんとばあちゃんからメール来てたよなんていうじいちゃんとばあちゃんになん,なんかなんか言っとこう感謝の気持ちを、うん、あそうそうそれでもいいよ県大会頑張ってうん 優勝します優勝します優勝宣言出ましたよさあいいですねジじジバーバーが聞いてるということで、えー、すけれどもえっと渚くんマイク持っちゃう、はい、渚くんはさ学校楽しい、はい、普通いい、ね、<laughs> 出ました普通学校が普通に楽しい、はい、楽しいってことね楽しいことどんなことがある学校でうんうんうん うん、バスケットやっぱ一番楽しいでしょねえその話聞こえじゃあ、あバスケット。今低学年、まあ、なんていうのかな、全員で何名いるの?。わ、わかる、知ってる?。うん?。十九名?。そんなにいる?。いない?。お。誰が入った?。え、全部マイク喋っていいぜ?。<laughs> <laughs> 分ぶ、うん多分18人か18人かのそのぐらい17人ぐらいですあ本当じゃ結構いるんじゃないのこれさあの渚いていいこれバスケット部は6年生から1年生までなんていうの高学年低学年で分かれて試合出るのどんなになってるの関係ないの ?1 年生でも全然いけるってことじゃん,ん本当とレギュラーになれば年生うん 自由だねみんないいねさあそんな渚く君バスケットやるっていうきっかけはどうだったの誰かに誘われたのあ聞かれる。楽しそうだったから。楽しそうだったなんか友達がいたのすでに入ってたのすでに入りましたすでに入ってる友達がいたその友達とは誰うんマコト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 どこにいる 僕のいとうん入ったけどやめたのそうかまことが頑張ってるのでいいなと思って勉強するってあ本当勉強しなくなっちゃったからやめたってさあ続いてリマくんに聞こうリマくん学校で楽しいこと頑張ってること教えてください頑張ってることうん頑張ってること何バスケバスケット頑張ってるバスケットはどうですか得意なシュート シュートいろんなさっきも聞いたけどロングシュートとかさ、うん、フリースローは得意ですとかさ、うん、ファールするのが好きですとかさ少しロングシュートが得意ですあいいですねこれシュート練習誰が一番教えるのうまい先輩が教えてくれたりするうん,うんあんまり教えてくれないのもう自分で頑張ってるのすごいですねストイックですね,すですね嘘はつかないで コーチから教えてもらうでしょ,ょ俺からも教えてもらてもう俺からもみん,なみんなから教えてもらってるでってみんなではないみんなではないそんな細かく言わなくていいよ、うん、どうですか上達日々してますかはいあ素晴らしいねみんなね偉いねじゃあ次森根海誠君、はい、海誠君バスケット楽しい、はい、どんな瞬間が嬉しい瞬間 嬉しい時バスケットやっててシュートが入ったらそうだよねシュートが入った時みんなどうなるのイエーってなっちゃうの <laughs> なるでしょそれなるともあるあなる時もある<や>そっかコーチ優しいですか知念コーチうん、うん、優しいです優しいか声ちっちゃいよ声声ちっちゃいもうちょっとなんかこう気持ち込めて優しいですって言って 優しいです。<laughs> キャラキャラしないから。<laughs> いいですね。えー、っとね、次も三年生だね。高島東国。東国君、はい、東国君,君,君、いいね。はい、東国君はバスケット楽しい?。はい。マイクを持って喋ってよ。うこれは何?。友達が入ってるから、あの、入ったの、それとも自分でやってみたいと思ったの?。ああ、見学した時に楽しかったから、やりました。ああ、見学したたら、楽しかった。おお、結構喋るね。<laughs> そうか。東国君、学校の勉強も頑張ってる?。 う張ってる嘘って言われてるみんな勉強も頑張ってるよね東郷はさ夏休みの宿題まだ残ってると思うけど3年生の夏休みの宿題ってどんなのがあるのうんいろんなのプリントとかドリルとプリントプリントプリンプリントとリンリルトプリントプリルトプリン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 トプ どう、今進み具合は結構進んでる。はい。はい、頑張ってるね、みんな、偉いね。これさ、勉強もちゃんとやらないと、バスケットもさせてくれないんでしょはい。そうだよね、じゃ、あどっちも頑張らないとね。はい。頑張ってください、東郷くんでした。続いて、松尾秀幸くん。松尾,松尾秀幸くんの勉強、頑張ってるの、特に何ですか。国語です。国語が好きなんだ。国語でもさ、ほら、本読みだったり、こう、なんか、まあ、文字、作文を書いてるとかあると思うけど、特に何?。 作文です。作文。作文っつったら、結構三年生って、もう結構漢字も書けるようになるだろう。ね,ねえ、漢字、最近覚えた漢字は何ですか。空想っていう字と。うん、空想ね、うんうんうん。他には。漢字書くの好きなの。 うん、好きではないですけどそうかそうかでも勉強はね頑張んなくちゃねじゃないとバスケットもねできないもんねはいわかりましたありがとうさあ続いてシューマンシューマンは学校で楽しいこと何ですか体育,体育やっぱそうだよね体育3年2年生かごめんシューマン2年生だと体育ってどんなことを教えてくれるの学校の体育の授業で ドッジボ,、うん、ボールとかマットとかあとあれもじゃないえっ、ー、ととび箱とかああねえ飛び箱何段ぐらいいけちゃう 30, 30? ?30 すげえな <laughs> 5段ぐらいいっちゃう5段以上5段以上いけるすげえなジャンプ力生かしてバスケットこれいけるんじゃない頑張れるんじゃない、うん、ね頑張ってくださいありがとうさあ続いてすごいですよ1年生だって今何月だまだ8月でしょ 1>, 1年生の、うん、えっと山内蓮くん蓮、うん、くん、うん、ハンサムだね入って,て入って入って、はい、入って入っていって入ってありがとうございます、はい、よかったラジオなんだよこれ蓮くん蓮、ね、くんはさ勉強楽しい楽しいバスケット部のほらもうみんな言ったら先輩さあね先輩はみんな優しいですか優しい優しい特に一番誰とよく仲間過ごしてるの バスケットの仲間だとシューマーになんのかな、ね、仲良し一番仲良し誰、ね、教えて違う違うシューマーみんな仲良しうん <laughs> かわいいねそんなまだ1年です山内レッグ大きくなったら何になりたいですか NBA <の>おすごいですね今み見ましたか瞬間を間髪入れずにもう一度お願いします NBA に,なる NBA になりたい NBA の選手になりたいね そっかすごいな NBA の選手になるためにはどうしたらいいんでしょうか NBA の選手になるにはどうしたらいいいっぱいバスケをね、練習して上手になって頑張る、ねうん、そうだよな上手になるように頑張ってくださいねさあここから将来の夢を聞いていきましょうシューマー大きくなったら何になりたいバスケで世界一になりたいですバスケで世界一になりたい嬉しいですね頑張ってくださいよはい、はい、ありがとう 続いてひでゆきくん。ひでゆきくんは何になりたい、うん、？NBA の選手です。すごいね。みんなはっきりしてね。NBA の選手になるにはどうしたらいいの？いっぱい練習をして。うんうんうん。おご飯も、うん、いっぱい食べて、うん、大きくなって。うん ダンクもできるようになってします。うん、いいね、大きくなってダンク決めたいよね。一番好きな食べ物は何？ラーメンです。<laughs> <laughs> ラーメン以外のも食べて大きくなってください。続いて東郷くん。東郷、はい、は将来よれ、えー、夢何ですか？NBA です。みんな NBA だ。すごいな、そうそう全員 NBA ったらこれすごいことになるよ。ねなんで？なんで NBA になりたい？ NBA は強いからです。強いよな。強いところに行く。その理由、NBA が好きだっていう理由を教えてください。ほら書いてるよ。投稿書いてる。あなた書いてる。<laughs> なんて書いた？マイケルジョダンみたいに強くなりたいからです。あこれマイケルジョダンって書いてるんだ <laughs> 俺ユイケルジョダンかと思い。ユイジョダユイケルジョダンって書いてるよ。<laughs> ユイケルジョダン。<laughs> いいですよ。そうマイケルジョダンって知ってるんだ。<laughs> はい。うんうん。 ね、はい、マイケルジョーダンの、ね、ビデオとか見てるんだ。はい、かっこいいね、これ何、お父さんが教えてくれるの。誰が教えてくれたの、マイケルジョーダン。かいせさんが教えてくれた。かいせいさんが教えてくれた、いいですね、その隣にいる、かいせいさん。かいせいさんの、将来の夢やってみたいこと、目標教えて。N. B. A. です。N. B. A. みんな N. B. A. マイケルジョーダンがやっぱり好き。はい、マイケルジョーダンをさ、初めて見た時、多分ね、テレビだとか思うんですけど、それ、衝撃があったでしょ。 どう思ったマイケル・ジョーダンのあの映像を見てすごい,と思いす,すごいよなだってシュートを打つ時にベロ出してるんだよねえかっこいいよねベロ出してシュート決めたいよな汚 <laughs> 汚い <laughs> 汚い<っ> <laughs> 噛み相談気をつけてよはいあ,ありがとうみんな NBA だねじゃあ続いて米原リ,、はい、リマ君はいマ眞君は 日本代表かからら選ばれてそれてそ NBA プレーヤーになりたいですすごい、またより具体的にまずは日本代表に選ばれていよいよリオオリンピックも始まろうとしてますけれどもオリンピックにも出たいですか、そしたら。はい、出たいよね、頑張ってください、はい、ありがとう、さ続いてじいちゃんとばあちゃんも聞いている、なぎさん君、みんな NBA、すごい、もう全員入ってほしいわ、本当に。はいうん 入って沖縄であの試合やってほしいな。すごいな。はい、そんな渚くん、これから大会がありますね。はい、土曜日から大会。目標を教えてください。みんなで、うん、みんなでチームプレーをしてチームプレーをして。楽しく優勝したいです。うん、楽しく優勝最高だね。 楽しく優勝みんなで目指してね頑張ってくださいでは一曲挟んでこの後女子チームもスタジオに出ていきますよ、えー、さあ一曲お届けしたいんですけれどもこれえっと海星海星が先っきなんか言ってくれたさうん覚えてる曲名とか曲名覚えてる書いた曲名覚えてないなんかアニメがあるんでしょなんてアニメバスケットなんてバイクで喋ってマイクで クロコノバ,バスケっていうアニメーションがあるわけね。アニメがあるわけね。それのなんか主題歌をですね、お届けして、ダ子チームとはここでお別れしたいと思いますよ。一曲挟んでブライクタイムしたいと思います。お届けするナンバーはこれだ言ってカイセ君が言ってなんとかでなんとかグランスね。そう <laughs> でしょ漢字ないよ一個も。グランローデオキャンドゥ えっとどうぞ さあ時刻は7時39分を回っておりますお届けしているこの番組はワラビンチャー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナですここちょっとメッセージ先に 紹介したいと思います。えっ、ー、と、ラジオネームが、えー、聖火といえば、カデカル聖火でしょう。美味しいマンゴーありますよ。さんからいただきました。お疲れ様です。宮島さん、今日はご育小学校の男女バスケットの皆さんがお世話になっています。えー、ミニバスケ、夏季県大会、日頃の練習を聖火出して、一戦一戦頑張ってください。と。はい、宮島さん、来週はカデカルさんがラジオで頑張るからね、と。またいらっしゃるんですね、きっとね。 ご育かがね、続きますからね。はい。ラジオネーム、聖火といえば、カデカル聖火さんからいただきました。えー、CM 代金をいただきたいと思います。<laughs> そしてもう一つメッセージ。おっとっとっと、ちょっと待ってね。もう一つは、ヨナハ一家さんからいただいております。えー、番組名は、今、ご育少がここが出てるのって書いてある。<laughs> 間違っっててないですす当たってますよ与那覇一家さんからのメッセージ。五百小学校のバスケット部のみんな、体幹頑張ってね。えー、リマ、今日は大好きなカレー作って待ってるよと。リマ。 <laughs> リーマンにメッセージ来てますよ。ありがとうございます。よなはいかさんからのメッセージ。熱いメッセージ来てます。もう一つ紹介しましょう。えー、ラジオネーム、ビー中会長さんからいただきました。ご役所の皆さん、こんばんは。懐かしいな。数十年前に卒業しました。ご役所学校。あの頃と変わらないのは、うらやまくらいかなと。ビー中の会長からメッセージいただいております。ありがとうございます。まね、はい。 どうなんでしょうかね、僕、行ったことないですけれどもね、あ、えー、と後で聞いてみたいと思います。そしてラジオネーム、きなっこさんから、NBA に関して、ラリーバードのファンはいないのと、古いメッセージ、<laughs> ラリーバードはもう、なあれ、90、80年代かもしれないね、ラリーバードはね、えー、懐かしいですね、はい、時代はもう2016年に突入しておりますよ、さあ、ここで、えー、CM、一旦 CM 挟んで、このあと、五育小学校の女子バスケット部出ていただきます。一旦 CM なるだけマイク近づけてねさあ早速行きたいと思いますよ五育小学校女子バスケットの皆さんです皆さんこんばんはこんばんは,はよろしくお願いしますじゃあキャプテンから順番ずつ自己紹介をお願いしますどことこ小学校何年生名前ってな具合でどうぞ五育小学校6年生名前原入りですあいりさんよろしくイエイエーイエイあいりさんの次 護育小学校の6年生の朝と未来です。はい、未来さんもよろしくね。そして、護育小学校のシーアリンカです。はい、よろしくお願いします。<laughs> はい、続いて、んそれ、どれってもいも、どれってもいい。いい護育小学校6年のアギナヤカです。あやかさんもよろしくね。<laughs> 護育小学校6年の高安スカイカです。カイカさんもよろしく。はい。 五役小学校六年の佐紀本真由です何が面白いの <laughs> <laughs> 若いなもう楽しんだよね滑ってがもうマイク見てるだけで笑ってるんだもんね <laughs> さあ続いてどうぞ五役小学校の六年の深夜カノンです深夜カノンさんよろしくお願いしますありがとうみんな自己紹介したよね <laughs> 大丈夫だよねはいじゃあキャプテンの前原愛理さん、はい、もう早速ですけれども決帯会がいよいよ始まろうとしてますよねどうですか今緊張してますか 試合前のこの緊張感ってあるでしょ、はい、ちゃんとマイク喋ってよはい、はい、そうね今毎日まあ勉強もそうですけどもバスケットも頑張ってるわけねはいえっと週にもう結構3回4回ぐらい練習するの3日いくかはい先週は7回ありました、うん、先週7回やったもう大会前だから、はい、頑張ってるのねこれさ俺愛梨ちゃん聞きたいんだけどさまあコーチもそうですけどもお父さんお母さんもみんな協力してくれてないと頑張れないよね どうですかその辺の雰囲気はみんないい感じで応援してくれてる、はい、素晴らしいですねそんな愛スさんもう早速聞きますけれども今回の大会の目標を教えてください1回戦突破して 2,、うん、2>, 2日目をいくことです、うん、そうだねまずは初戦突破ですね <laughs> なんどうしたなんなん何も間違ってないと思うよ何何どうしたマイクがかわいい <laughs> いいですねそんなアイリさん学校で他に頑張ってることなんですか勉強です勉強。みんな勉強本当にやってるのかなみんなと,とりあえず勉強って書いてるんじゃないかなと思うんですけどそんなアイリさん早速聞きますよ将来やってみたいこと、将来の夢を教えてください体育教師ですお体育教師、太古の先生、先生になりたいんだすげえ 好きな先生がいるんですねそしたらい,い,えいないのかっこいい先生いるでしょ体育の先生いませんよ体育の先生いませんよたりなんいやいやいいんだよでも先生になりたいってことはねえ、先生がかっこいいからって思ったんでしょやってみたいなと思ったんでしょ、はい、ねえ頑張ってくださいね、はい、やべえ時間がやばいなどんどんいこうえっ、ー、と未来さんミライさんの将来の夢なんでしょう、はい、うん あなたの髪にはバスケのコーチって書いてる忘れたの <laughs> 将来の夢教えてくださいバスケットコーチですいいですねそんなにバスケットが好きなんだね本当にね、はい、素晴らしいごめん次行くよりんかちゃんはいりんかちゃんの将来の夢なんでしょう <laughs> 美容師です美容師いいねなんで美容師になりたいと思ったのよく美容師に通っていてうん、うん、憧れたからですおお。憧れの素敵な誰くしゃみしたの <laughs> おなならじゃないよねここ、ね、スタジオだからさ、おならは勘弁してくださいよ。ありがとう、<laughs> 美容師になってくださいよ。さあ、続いて、<laughs> 彩かさん。彩かさんの将来の夢なんでしょう医者になることです。医者になること、なんで、なんでなりたいと思ったの病気で、うん、亡くなる人たちを見て、うんうん、自分が助けたいと思ったからです。すごいな、はっきりしてるね。頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとう。続いて、海かさん。はい海かさんは 美容師ですお美容師が続きましたね美容師はなんでいろんなヘアアレンジを、うん、してみたいからねうん、うん、やっぱ女子だよねおしゃれは好きだもんねね、はい、そうかそうかいいですねさあ続いて栄華さん栄華、はい、さんは何会場保安官の仕事に就くことですなんつったらもう一回お願いします <laughs> 会場保安官の仕事に就くことです会場保安官ってすごい具体的 <laughs> なんでなんで海猿になりたいってこと <laughs> いえ<や>そういうことじゃなくて ママッチョマンが好きってこといいえ <laughs> <laughs> なんでなんでかっこいいからあそっかかっこいいよなぜひ守ってくださいねはいはい,いいですねじゃあ続いて最後かのんかのんさんは何動物の獣医になりたいです動物の獣医お医者さんってさっき見ましたけどねそっか動物が好きなのね、はい、一番好きな動物を教えてください、うん、えっとね ゴールデンレトリバーですゴールデンレトリバーかわいいよねね、はい、飼ってるのお家にいるの <laughs> い,いえあなんかでもよく見たらかのんさんは犬っぽいねありがとうございますさあ女子チームここでまた一つメンバーチェンジをしたいと思いますえー、っとね曲はねビッグバンのあ言ってなかったねどうしようかなあるファンタスティックベイベーキャプテンの前原愛理さんのリクエストみんなビッグバンが好きだねねえ ビッグバンのコンサート行ったことあるでも <Yeah, yeah. S 1> い <laughs> 俺の友達がさ先週行ってたよ東京のすごい人入るんだねごめん脱線したさあ大丈夫 <laughs> じゃあねせっかくなんでアイリーさん初戦突破ね目標に向かってこの曲を聴いてテンションを上げてくださいお届けしましょう「ビッグバンドファンタスティック・ベイベー」 ファンタスクベイビーファンタスクベイビー <laughs> さあ時間があと5分ベイビーしかございません <laughs> えっとですねどんどん自己紹介していただきましょう五百小学校女子バスケット部、えー、名前どうぞ五百小学校五年のカデカリシオンですシオンさん元気はい将来の夢教えてくださいスポーツのスポーツの関係している職業 おマイクこんなにしないスポーツの関係している職業じゃあほにスポーツが大好きなんだね、はい、頑張ってくださいよオーケー。じゃあ次どうぞ自己紹介深夜月花です月花さん月花さん将来やってみたいこと何パティシエですパティシエ作ったら僕に食べさせてくださいよはい頑張って月花ありがとうさあ次、うん、いいよそっちでいいよそっちでいい、うん、はいはい名前名前上原彩です彩ちゃんの将来の夢何 バスケの洋服を作ることです、うん、バスケの洋服、T シャツとかそういうのいいですね、洋服が好きなんだねねえ、もうみんなニコニコ笑っていいですね T シャツ作ってくださいよさあ、次は次誰深夜、りのですりのちゃんは何歳何年生一年一年生バスケト大好きうんうん、いいですね大きくなったら何になる <laughs> 警察官警察官,警察官 <laughs> <laughs> おーイエス頑張ってくださいよ <laughs> さあ次行きましょうはいルアンからルアン、うんはい、じゃあはいルアンからはいどうぞえダメだ名前から名前からよルアンですルアンルアンは大きくなったら何になるの バスケ選手になりたいです。バスケット選手もうなってるよ。これからどんどん上手くなってね。ルアンさん、はい、はい、ありがとう。さあ、次どうぞ。三年二組の前原。アです三年二組の前原。ニー,ニーナ、ニーナ、ニーナ、大きくなったら何になりたいの。助産師です。助産師すごい具体的。い,いいですね。赤ちゃんね。自分で取り出したいんだ。ね。<の>どんどん取り出してくださいね。はい、<laughs> 取り出すって。<laughs> 助産師頑張ってください。さあ、次。 保育小学校四年の吉本裕二です吉本裕二です裕二さん、さん将来大きな何になりたいの助産師です助産師、取り出したいねみんなねどんどん取り出したいんだね <laughs> 赤ちゃんが好きはいいいですねなるためにはどうしたらいいんでしょうか助産師になるためにはたくさん勉強勉強頑張ろうねはいし頑張ってさ、次三ん、ごえくさ何さんご 違う学校だよ。来たらダメだよここに。ごめんごめん。名前教えて。名前だけでいい。違う袋イラ。なんてなんて。シマ袋レ袋レア。超楽しいもう時間がないの。うん？いろは。マイクでマイクで。いろは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 さん。いろはさん。大きくなったら何になりたいの？マイクだからマイクを使って。 プロバスケットプレーヤー、ね、え頑張ってくださいよはいいろはいろはだけでも5分ぐらい喋ったんじゃないの <laughs> なありがたい、はい、次高橋鈴鹿鈴鹿,さん鈴鹿さんは大きくなったら何になりたいプロバスケット先生プロバスケットかすごいな今度の大会いけそうですか頑張れそうですか <laughs> はいはい <laughs> 頑張ってはい次どうぞご役所学校 高4年生の白みきです、うん、みきちゃんちゃんは将来やってみたいこと有名なプロバスケット選手ですただのプロバスケットじゃないよ有名なって言ったね今ねすごいね <laughs> 頑張ってくださいよはいあ,ありがとうさあ次上原さらですさやさん将来の夢を教えてさらですさらさんはい。何皿食べましょうか今日は ね、お,お寿司をえそのサラじゃないの、うん、ありがとう突っ込んでくれて嬉しいサラさん将来の夢を教えてくださいプロのバスケット選手になることですプロのバスケット選手になるためにはどうしたらいいの練習を頑張ります練習頑張ろうねそしてたくさん食べてよ好きな食べ物は何好きな食べ物は何 <laughs> 寿司です寿司ありがとうあわせてくれたね <laughs> サラさんなたくさん何皿も食べてくださいねさあ最後お名前教えてください さん、ご役所三年一組のヤガリアンです。ヤガリアンさん、ヤガリアンさんは将来何になりたい？女子バスケット。うんうん。うん チチャャンンンンピピオオににななりりたたいいいです素晴らしいねみんな志が本当に高いですよこのテンションを保ってですねぜひ8月の6日から始まる沖縄県大会のですねバスケットの試合頑張っていただきたいと思いますさあ残すところあと50秒となりました今日のゲストは5エック小学校の男子バスケット部女子バスケットの皆さんでございましたワラびンチャー応援ラジオ PTA パーっと楽しく i n なこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお届け いたしましたじゃあみんなでさようならって言ってよ、うん、おさよならって言ってよ行きますよ大丈夫行きますよではまた来週お会いしましょうせーの,せーのー来,来週どこだっけ <laughs> 一緒だ来週も語役小学校です来週は200名来るそうですよわ<え>かんないけど